はどうなさいますか。ゆるふわ乳首で。どうもスプリンターセルブラックリストやってまいります。飛行機をアップグレードグリームと話して、操縦席をアップグレードと話してみましょう。サム、機体の強化について知りたければ言って。はい。ベンガジの後始末は大変か。絶対にコビンを5体満足で連れ帰らないと。使える。腹立たしいしイラつかせられもするけれど、情報を握ってるのは確かに。任せたぞ。それはそうと、機体性能を上げたくなったら言って。改善の余地は大きいわよ。性能を上げるとどうなるんでしょうか。アップグレードやってみましょうか。おお、すごい。結構大きい飛行機なんですね。で、センサーを強化するとミッション中に目標物と敵が表示されるようになる。これはとても大きい。チャーリーの作業室をアップグレードすると特注のプロトタイプ武器が入手可能になる。これもいいな。データ収集能力を強化するとフィールド上のサブ目標を発見できるようになる。これあれば、お金儲けに役立ちそうですね。で、医療機器を改良するとサムとブリッグスが常にベストの能力を発揮できるような。あ、回復能力上がったりするんですね。ギア画像か。まずは、そうですね、敵さんが分かるようにしましょうか。はい。まあ、これくらいにしましょう。よし。で、残ったお金をちょっと新しい武器につぎ込みたいと思います。ギアをカスタマイズ。サムフィッシャースーツ、ガジェットちょっとこのスティッキーカメラとかいまいち使いどころがよくわからないんですが、まあ使っていくうちに発見しましょう。フラッシュバーンいいですね。その前にハンドガンを、ピストルをちょっと強化したいと思います。ブラックマーケット。あー、なるほど。コビンの厨房アップグレード。あ、コビンさんもミッションに役立ってくれるわけですね。よし、じゃあこれにお金使っちゃうのはちょっともったいないかもしれませんが、レーザーサイトをつけましょうか。はい、購入で、操作性ホロサイト、ドットサイト、ホロサイト。個人的にはアイアンサイトが好きなんですけど、これつけちゃいましょう。そして弾も、ああ、なるほど、命中率どんどん上げたいですね。よし、命中率どんどん上げちゃいます。あ、これ1個しか選べないのか。やってしまった。まあいいや。よし、こんな感じでしょうか。この銃はほとんどマックスです。よし、サブウェポン、サブウェポン、今持ってる、あ、ファマスとかいいですね。重たそうですけども、でも潜入ミッションには必要なさそうなので、このままにしましょう。特殊武器、あ、スタンガン、クロスボウ、殺す気満々じゃないか。スタンガンは何も強化できないんですね。よし、これくらいでしょうか。ゴーグル強化すると、ナイトビジョンとソナービジョンモード、あ、ソナービジョン、よし、これ買いましょう。買えるかな。 OK です。これでソナービジョンが使えるようになりました。よし、さあミッションに行きますよ。前回やったのは反乱軍拠点ですね。 B って出てるのは評価でしょうか。で、次、パキスタン大使館、イエメン。よし、これ選びます。チームのメンバーに話しかけ、 4E ミッションアンロックしよう。はい、ブリーフィング開始。グリムをイラつかせるのが仕事か。これでもいろいろ調べてるんだ。僕のハッカー仲間に頼んでね。 SMI よりも操作力か。さあ、でもグリムもハッカーなんですよね。収穫はあったよ。イエメンにパキスタン人の仲間が住んでるんだけど、大使館に僕宛ての荷物は預けたって。預けた？現物を置いてきた。グリムがいればこの人はいらないんじゃないですかね。メールにも追われてるって書いてたし。やばい情報。そいつを信じて俺に行けというのか。うん、そうだね。まあいいだろう。イエメン、よし、行きましょう。
ソロ A ですね。よし行きましょう。チャーリー曰くイエメンに情報があるらしい。会って詳しい事情を聞こう。ブスは手に入れたが、これはどういうことなの？お、始まりました。エンジニアの襲撃よ。狙いは私たちと同じね。向かいは。よし、ゴーグル新しくなってますか？お、新しくなってますね。よし、さあ行きましょう。了解。身を守るために打ってつけ、バリケードをうまく使っていきましょう。よし。接触まであと5秒。残っている敵5。よし、充填。さあ、あれ今回、あ、ありましたね。あそこに向かえば良さそうです。そうだ、ソナーゴーグル、ソナーゴーグル。これですね。これは、お、来たー。これが使いたかったんですよ。これはもうこのゲームの危ない醍醐味ですね。シャッシャッ、こうやると見えるんですね。あー、でもまだアップグレードしていないのであまりよく見えませんね。ノート PC、 あ、これ調べればいいのかな。ここに情報が、ハッキング。グリム、パソコンをハッキングした。はい、はい、アクセス OK だ。何もなさそうか。形状なしだ。分かったわ。さあ、この窓から、よいしょ、ドロップアタックすると危ない。うん、後ろの人ドロップアタックしましょうか。最悪撃てば。よし、あー、見られる、危ない。早速バレてしまう。おっと、後ろにいた。あそこですね、あの影が見えてると思うんですけども、おっと、バレた。あの影に私がいると敵は思い込んでいるので、あれうまく使って敵を倒すといいですよ。さあ、残っている敵3を来る。よいしょ、よし、殺傷にすると反撃されないのかもしれませんね。よし、また来る。反撃されるじゃないか。あ、こっからか。じゃあさっきのノート PC までカット。はい、ノート PC 到着です。あ、もうハッキングができてるようですね。あ、ここ行くとバレるんです。あ、危ない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 。どうしよう。うお、敵多すぎないか。手伝ってほしいんだ。5人いますね。いいぜ。全員倒せばいいのかな。ドロップアタックからのカバー。来る来る、これは来る、これは来る、これは来る。よし、よくバレなかった。ここでアクション、シュッシュッ。あ、一人逃してる、逃してるじゃないか。近づいて、今ので最後よ。さよなら。ウェーブ1完了。敵はまだ諦めてはいないわ。あれ、これサブミッションなんでしょうかね。来るわ、注意して。どんどん敵を倒していくやつですね。なるほど、こういうミッションもあるんですね。敵を倒すだけの。おっと、危ない。とりあえずおしまいよ。よし、撤収準備よし。それとも新手の重要ターゲットとやり合いたい？撤収する、撤収する。はい、新手が来る前に撤収して。アフターアクションレポート、ゴースト。いやー、長かった。何回死んだんでしょうね。スキップします。おお、めっちゃお金もらえますよ。やったー、もうやりません。ではお金もたくさん貯まったので、パキスタン大使館、はい、次のメインクエストをやりたいんですが、その前にゴーグルですね。ゴーグルを足跡トラッキング、
おお、いいですね。よし、強化します。はい。で、あ、もう一段階いけないようですね。よし。で、ピストル、まあいいや、貯めましょう、あとは。よし。ではさっきやったのはなんかサブミッションみたいですね。で、これかな、どれかな、協力のみ、アヘン農場、ニュー、これかな、ソロキャンペーン。今一部の商品が飛ぶように売れています。あ、これですね。このスーパーマーケットでは同じものを選べばよかったんですね。缶詰などの食料品は全て売り切れ、どこも残っていません。他の店でも一時期ありましたね、地震が起こった時にスーパーからほとんどのものがなくなっておりました。ブラックリストによる万が一の事態に備えた買いだめです、ね、買いだめと見られています。問題のブラックリストですが、どのようなテロが発生するかについて、はい、様々な憶測が飛び交っています。アメリカンコンサンプションやアメリカンブラッドといった名前は一体何を意味するのか、何を意味するのか、あらゆる人々が推測を述べ、まさしく百花争鳴の状態となっています。うん、間違いなくアメリカンコンサンプションで狙われるのは我が国の食料供給システムです。これで詳細が見られるわけですね。それがアメリカにとってのアキレス腱であることを、はいはいはい、私はひざまずくアメリカという著書の中で指摘しています。で OK です。ではブリーフィングを開始。まったく寝てたのにジュネーブ条約も知らないのか、虐待だぞ。知ってるさ。携帯が使えるなら弁護士を呼んでもいいぞ。偵察部隊の居場所は？今データをキャッチしようとしているところだよ。2分待ってくれ。お、働きますね。大統領府がデブグルーの部隊3個の動員を承認しました。あ、そういえばあの前回の動画でかなりフレームレート落ちがあったので、ここから俺の口座に電子送金する。グラフィック設定、影のところ、その第4の地点がどこか情報はないの？トレースしているところだ。金が送られた場所はイラク東部ミラワ。グリム、どういうことなんだい？オーケー、分かったわ。移動してる。NRO から鬼気生成を借りて。4つのキャンプで最大のはここよ。まさに要塞ね。聞いてくれ。ピュー。コビンの顧客はおそらくミラワに。ゆっくり準備してる暇はない。チャーリー、データを解析して兵器、車両、人員の位置を確認しろ。何一つ見落とすんじゃないぞ。見落とすんじゃないぞ。ドローンの準備もしておけ。了解。グリム、全体の指揮を。デブグルーは他のキャンプを攻撃だ。いくらなんでも準備不足よ。お、正論ですね。しかし行かざるを得ない。俺は到着後すぐ行動に移る。単独でですか？隊はないが、ベンガ島で孫ついたからな。撤収に備えて待機しろ。聞かれなかったから言わなかったが、奴らはかなり手強いぜ。やっつけたいのなら核でも使えばいいんじゃないか。なるほど、聞かれなかった。今さら言われて役に立つもんか。コビンを連れてき。邪魔だ。俺は邪魔だ。分かったよ。まああの前回のこともあるので、よし、始まった。周りは敵ばかりだからね。スモークとスティッキーカムが状況確認と不意打ちに役に立つ。了解です。では行きましょう。今回もコビンの武器を追跡し、エンジニアの活動拠点を攻撃するということで、パラシュート全開。これ何ですか？進路を相当中。 AC-130 ですか？ズームイン発射。やった。おお、サイレンサー搭載スナイパーライフルです。命中。これ飛行機から撃ってるんでしょうか？かなりの精度ですよ。そしたら。やりました。もうほとんどあれですね。サム、敵に気づかれた。ミッション失敗よ。撤収。なんだと。気づかれちゃいけないんですね。はい。あ、言ってますね。はい。ちゃんと話聞かないと。結構あの動画見直すと、敵に気づかれたわ。ミッション失敗よ。早い。動画見直すとあの結構聞き漏らしてるセリフがあったりするんですよね。大丈夫ですよ、任せてください。こう端っこから倒していけばいいと思います。よいしょ。やった。命中。いいですね。で、後ろ、あ、後ろ向いてるので、よし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 、気づかれたかと思いましたよ。で、今度こっちですね。やった。で、奥やって、敵を排除。手前やりました。よし、
うまいじゃないですか。変身して大丈夫です。よしブリックス、よくやった。よくやった。お、パラシュート交換。これより行動を開始する。よし、サムおじさんの出番です。さあ今回は見つからずに、ミラーはイースタンイラク。よし、見つからずに行きたいところではございますけど、さっきのあのUAB の赤外線カメラが敵の一団を捕捉。川上の家に集まった。川上の家、チャーリーです。川上さん家ですね。発見される前にコビンの客を見つけるぞ。トロイローターの出番かな。簡単な照合機能があるんだ。今度のは使えるんだろうな。使えるんだろうな。信用ないな。川の流れがリアルですね。おー、はい、では川上さん家に行きましょう。そう、さっきのハンターっていうんでしょうか、ひたすら敵を倒していくモードで、かなり操作には慣れたのであとはうまく敵の位置を把握して行動できればいけるんじゃないですか。お、ゴーグル綺麗になってますね。そして近くには Do not be found、 見つかってはいけません。よし、川上さん家あれですね。よし、この範囲内にはまだ敵はいないようです。セーブ中。こういう植物を見るとスカイリブの癖でついつい採集しようとしてしまうんですけどグラフィックそのものも結構似てるので。よし、川上さん家。サム、ルート上に敵兵を発見したわ。見つからないで。分かった。はい、長押しする。よし、今回必殺章でいきましょう。なんか必殺章の方がこう静かに倒せる気がするんですよね。ウィーン、敵いませんね。よし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 、ウィーン、いた。スポット中入っちゃいましょう。あ、今装備してるのはスタンガンですね。実践経験はあるのか。2人いますね。撃たれたこともある。足だったし後遺症もなかったから。どんなだった。想像してるのは全然違うと思うぜ。やかましくて慌ただしくて顔をかすめる弾丸の音を聞いて当たったら死ぬんだなって思うのさ。それで、なるほどね。要するにだ、自分が死ぬって。これ移動したらバレるかな。移動してみよう。バレた。あ、バレた瞬間、今回はバレた瞬間失敗になるのか。あ、そうか。 Do not be found、 わかりました。よし、ではさっきのとこまでカット。はい、寄ってまいりました。さあ2人マークして、で右には敵いないので後ろから行きましょうか。でもここ伝っていけると思うんですよね。お、 OK です。いないですね。よしよしよし。それで、要するにだ、自分が死ぬって思い込んでる奴はバカな真似をして撃たれるし、自分は死なないって信じてる奴は生き延びて代わりに他の奴がくたばるのさ。それでお前は隠しルート発見。フォレスト・ガンプっていう映画で英雄になろうと思わないでっていうセリフがあります。よし、さあもう敵いなそうですね。結構このソナーも範囲が狭いのであまり、うん、あまり過信はできません。こう映ってなくてもいたりします。今ウィーンってなったのは何だったんでしょうか上に向かえばいいんですね。ここ遺跡みたいですけど、お、いますね。ここから登っていこう。よいしょ、よし、いませんね。こういうとこゆっくり観光したいですね。決定。閉める。よし、サム、そこならトライローターを使うのにうってつけ。トライローター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 って何でしょう。トライローターの圏内。飛ばすぞ。意味深。オーケー、サム。これですね。声を拾えるようにトライローターをもう少し近づけてよ。上昇加工。これもバレたらダメなんでしょうか。こういう隙間から行くわけですね。これ攻撃手段は持っていないのかな。結構羽の音でバレそうなもんですか。おっと危ない。そして常にこう暗視、お、あ、びっくりした、ぶつかったんですね。暗視ゴーグルというかそれが働いてますね。
さあコビンの取引相手を確認しましょう。上です。この辺かな。そうそう、じゃあ録音するからそのままだよ。そのままだよ。サンプリング、ターゲットマーク、ターゲットマーク、ターゲットマーク。ダメかな、うまく拾えなかったみたいだ。あら、あちゃー、メリー、チャーリー、チャーリー何してるんだ。顔を照合させる方が確実っぽいね。ファインドコビンバイヤー、はい、ここからしか入れないんでしょうか。じゃあちょっと中下覗いて安全を確保。よし戻る。今入っても大丈夫そうです。そっとそっと。何語でしょうね。アラビア語でしょう。よいしょ。さっきマークした人がまだマーク残っております。向こうに行けばいいんですが、あ、そのまま上から行けそうですね。よしよしよし。おっと、ここは伝っていきましょう。バレないといいんですが、降りて、よいしょ、よし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 。はしごがあるのが気になりますね。ここ登れるんでしょうか。お、登れる。今のところ敵を一人も倒しておりません。いいことです。さあ隠しルート、ここ。敵いますね。聞こえません聞こえません。ノート PC があります。あれにアクセスするとなんかボーナスがもらえます。ここ降りたら大丈夫かな。一段、あ、来るまで待ちましょうか。一人しかいないので。ドロップアタックはできない。降りるか登るかしかないですね。上に乗った。ちょピリ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 。ちょハンドガン、なんでハンドガン持ってない。お、ヘルメット飛んだ。そんな敵がいるんだ。すごいこう重装備でしたけども、あー順調、もうそのままクリアできるかと思ったんですけどね。もううまくはいかないようです。さあもう敵の位置はだいたい覚えたので、あとはさっきのルートをたどっていけば安全ですよ。ではさっきのとこまでかと。さあやってまいりました。ここでうまく倒すんですが、よいしょ、よしよし。こんな装備でも格闘で倒せば一発です。さあハッキング、よし、4万ももらえます。さあ死体は死体じゃないんですが、この体は隠した方がいいんでしょうか。大丈夫そうですね。さっきドアバンバン開けても開かなかったので、よいしょ、開きます、閉まります。コビンがよろしくとさ。